はい、ハローだよ。そしたらね、藤川空さんがですね、Twitter を始めたということで、はい、連絡来たんで、で、まあ、なんか、フォローしてほしいって言ってたんで、なんで、はい、宣伝してあげようと思います。僕が始めろっつったわけじゃないですからね。彼が始めたんで。で、どうも、始めた理由が書いてあったのが、偽アカができてるから、だから自分の本物のを作りたいってことらしいです。まあ、ほんとね、偽アカいっぱいできるよね。もう、コメント欄とかさ、あと、チャット欄かにも、本当に偽物がいてさ、それを見て、本物ですかとか言って、信じる人たちがいるのがさ、もう信じられない、それが。どうして信じられるの？だからほら、レントの、今生配信してるじゃないですか。あそこにも藤川空って書いてあって、来るんだよね。それで、いちいち僕のとこに DM 来て、本物ですかって来るんで、本物なわけねえだろ。そんなことぐらい分かれっていうのが、いつも来ますね。だから、レントの偽物もいっぱいいるじゃん。で、その偽物になりすまして、何が楽しいの？本当に全然わかんないんですけど、私はそのいたずらなのかな、信じてやんのバーカってことなの？簡単に信じちゃう人がいっぱいいてさ、どうしたらいいのかね。で、まあ、てんちゃんいろいろ、てんちゃんって言っちゃったよ。フォローして欲しいらしいので、まあ、いろいろつぶやいてんだけど、あんま効果がないだろうね。まあ、まあ、そうだよね。一個人がこう上げたところで気づいてもらえないと思うので、まず。ああ、写真こんななんだね。はいはいはい。あの入学式の写真だね。関西外国語大学、大学院、関西外国語大学、関西外国語大学、短期大学部。ああ、三つ、まとめてなんだ。そう、だからこのアカウントですからね。これが本物です。ああ、ただまあ、写真とかもパクる人とかね、出てくると思うので、これです。富士。10KGU って書いてあるやつです。これが本物ですので、まあ、概要欄に貼っときますんで、それ以外は偽物だと思ってください。はい、騙されないでください。で、最初のツイートはなんだこれ。に向けて英検トイックなども取り頑張っていきたいと思います。何に向けて面白い。友達も何人かできています。ありがとうございます。ああ、そうなんだ。まあ、声かけられるだろうね。受験生版タイガーファンディング。受験生版タイガーファンディングに出演させていただきました藤川空です。改めてこの場を借りて応援してくださった視聴者の皆様ありがとうございました。4台もいくつか受かっていたところがありましたが、あ、4年生大学か。一番やりたい英語を最優先し、関西外大短期に進学することとなりました。教員になるのが目標なので、まずは編入に向けてってここと繋がるのか。編入に向けて、英検トイックなども取り頑張っていきたいと思います。ああ、なるほど。ツイッターのやり方が分かんなくて、その二つバラバラにやっちゃったんだ。で、一個目の方がピンされてるやつだから上に行っちゃってるからか。だから、つながりが分かんなかったってことね。なるほどね。はい、ということです。これ以外は偽物ですので、そこ間違えないでください。髪の毛どうしたんだって。それはもう昨日の動画で出てるから。